どうも、次やってまいりまーす。ここどこ？ザトイシュルの異物。これもか。え？なんか、じゃ大丈夫だよ、ここ。あ？完全なる知性の創造。ブリュッセル1960年10月の10日、計算科学の第一人者である、エルンスト・ブラント博士は、ストラッセ深淵大将の兵器の一つ、パンツァーハウンドに実装された最初の人工知能のシステムの発明者だ。博士は現在、世界最高の人工知能の開発に注目している。先週、ブリュッセルの近代情報科学学校での本芝居に、この人工知能の開発が成功したら、多くの分野での応用ができますと穏やかに語った。とりわけ、健全な市民の選別プロセスの自動化に役立つでしょう。この研究は、熟練を切望っていうのかな、されており、ストラッセ深夜大将は、ブラント博士の研究予算の増額を決めた。ん？ってなると、これ、何？どっかからなんか拾ってきた、なんか、あれ、何？人工知能作れました、やったね、みたいな感じ？なの？あ、エンディングもこの。ってことは、これ、何？棚からボタン持ち的なあれなの？そうですよね。1949年の段階であんななんか人工知能を作れるなんてことはそうそう、ないですからね。避難経路地図。なんか拾えた。とりあえず、これなんか押せるんだったらやってみるか。試験プログラム開始。それ。レーザーでも焼き消えない的な。今、ここにチェーンあってな。これを破壊すればいいのか。でも、どうやって破壊すればいいんだ？上から撃っちゃっていいの？あ、落ちた。他に潜入と良さそうなところもないからな。ここでいいや。回復。まだ、取ってないのあった。おお、245。でもこれあれなんですよね。100、なんか、HP、100超えちゃうと、徐々に落ちてっちゃうみたいなんですよね。違う。レーザー型。2つ壊して。で、どうしようかな。一応、建物の中だし、ちょっとは日本にしとくか。死んでて。今度やれば今度は穴開くんじゃないかな。あ、いた。これ、何？あ、武器？だ。あ、何これ？あれ？普通のショットだよ。レーザークラフト。ああ、これでか。で、今なんか箱を開けてる映像が。水道の配管がある。床のそばに通れそうな場所がないか探してみて。あ、はい。なんかレーザーカッターいきなり進化しすぎだね、これ。しかも普通のショットも撃てんのか。あ、ちゃんと壊さないとダメだって。多分これも充電であれだよね。回復するってことだよね。素晴らしいな。通常ショットに変えてみるか。これで敵を撃ったらどうなるかちょっと気になるな。格納庫に直接アクセスできるポイントよ。2階
い上。あ、この上か。いや、なんかレイバーカッターだいぶ進化したね。ものすごく近いところにいるはず。格納庫にはプロジェクトウィスパーの試作品が格納されているの。試作品？ほう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 。これは？またこれ壊せ的なあれか。ん？どうすればいいんだ？これは普通に壊しちゃっていいのか。よしよし。よしよし。で、今すいません。フレンドの方が映りましたが、フラグは一応置いて。あー、ちょっと、ずれる。よし。よっけ。これいいな。ん？なんだこれ。動物の、種目交配？種目交配でいいのかな？もうすぐ実現か。ローマ1960年9月の2日。今日、ロンドン農地下で、生物工学の専門家グループが進めている動物の種目交配についての研究結果が公表された。研究の実用的意義について質問された研究者は、嬉しそうに、そう遠くない未来、ワニガモなんてものもつけられるかもしれないと話した。キメラ？キベラなの？キメラ的な？あ、やばい、敵いる。で、この足音は、ガードロボットもいるんじゃないか？いった！いや、もうあれ、普通に出てくるのが。テスラ今一応3つあるから大丈夫だと思うけど、とりあえず、普通に、うっと。来たね。あれがプロジェクトウィスパーって言われる、あれか、ヘリコプターかな。一般歩兵じゃないよな。あれが、一人目か。どうサポーターついてるよな。本当に。いやーもう普通にガードロボット出てきちゃうのか。怖いな。2体いるな。OK、ワンショットバンキー。信号検出がもう一人いるな。一旦そこにちょっと入ろう。あ、甘っ。ただどうしよっかな。司令官倒してもあれがいるんだもんな。ガードロボットが Weden be Mond Soldat。 よくわからない日本語で OK。 さてと、やばい、カードロボットが、あ、いた、目の前にいた。どこだったかな。あの奥見えますかね。あそこにいます。なんで彼をやりたいんですけども、すごいガードロボットが間近にいるんですよね。ガードロボットのルートがよく分かってないんですよね、まだ。格納庫すっげえな、これ。1960年の段階ではヘリコプターなんて、いや、あって、試作段階があったのかもしれないですけど、こんな構成なんてないだろ。こっからやれるな。やっちゃおう。OK。
あと問題あれ、彼らですよ。これ倒さないといけないんだよな。倒さずにゲート開けちゃってもいいのかな。だって倒さないとあれだよ。あ、まだ兵士いたし。あそこに、目の前に一人ですね。動かないでほしいな。止まったところを狙うか。いやー、これはなかなか難しいぞ。どこで？あ、OK。ヘッドショット。で、私あの奥行かないといけないんですけども、ガードロボットが今どう、上に1体いるのと下に1体。とりあえず司令官は倒したんで、もう、増援呼ばれることはないですけども、やばい。しっかりな。どう？これ、駒をつけちゃっても大丈夫かな？あ、気づいてるわけじゃないの？はい、どうしよう。あれ？ここら辺じゃなかったっけ？この上か。ってことはやっぱやんないとダメかな？うぅ、怖っ。この上に行かないと思うんだけど、どっかに侵入ルートがあったとかかな。あ、やばい。あ、ね、いやー怖っ。あ、なんだ、バレた。ロボットにバレた、しかも。よし、一応行きますか。何？あ、これダメなやつだ。あ、これダメなやつだ。そしたらアサルトライフル145発か。やれるな。じゃあちょっと行きましょう。テプラ、あ、違う。はい。はい、ご苦労様でーす。一体完了。で、上の階のが、こっからでは撃てないな。自分も同じ高さに行かないと。あ、ちょうどいいとこにある。はい。はい、ご苦労さん。えいよいよ。ん？増援呼ばれなかったんじゃなかったのか。あ、まだ生き残りがいたのか、もしかして。あ、もう。一人も撃って、もう一人。あ、まだもう一人いるな。そっちからも撃たれなかった、今。いるな。そこに、そこに。おっ、ね。下の階。はい、オッケー。あ、まだいる。少々って言って。めんどくさくなってきたなぁ。ここまで来ると。あれ？オッケー。
おお、素晴らしい。ん？危ねえ。で、これ取り外せないのか。まだいる。おかしいなぁ、司令官をゆっくり殺したら危ない。オッケー。おぉ。ん？まだいる。いやぁ、まだ何人だ。くそ、せっかくロボットスマートに倒せたのに。まだ何回。やばい。後ろにいたんか。うわ、どこにいたのそれ。はい、オッケー。うちオッケー。これ全部か。あ？すごい嫌な予感がする。ああ、あれは聞いてねえよ。何？飛ぶのしかも。なんだあれ、鉄砲弾かなんかか。いや、降りた。あれも同じ要領で倒せんのか。いった。で、あれだったら、う、あれ弱点がない。あ、マジ無理。冗談だろ、冗談だろ。あれ、あれ、え、どうすればいいんだ。弱点が見つからなかった今。来てるよな。あ、奥にいた。やば。普通に目と目があった。いやでもここら辺ガクトリウム砲とか火力だけは豊富なんだから、なんかあるはず。なんか奴を手倒す手立てが、どっかに。あ、ダメだ。これかな？レーパー兵器使えばいいのかな？あ、そんなことないな、これ。絶対に撃たれる。やばい。痛い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 、マジか。なんだ？やばい！危ないな。どうするどうするどうする。ガトリモンでも太刀打ちできねえしな。これはまずいぞ。ん？フロートマチック？なんだ？フロートになるとなんかいいことあんのか？うぃったぁ！でもね、これエネルギーないんだよな、今。充電して。よし、こいつに望みを託すしかない。あー、フロートになっても何も変わんないよ。え、ちょっと待って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 、まず、これ、どうすらね。ちょっと待って、どう倒せばいいんだよ、奴を。やばい、あっぶねえ。やばい、防戦一方だぞこれ。どうすればいい。ヤッピに何をすればダメージを与えられるんだ。もう頼みのテフラグレネードもなくなっちゃったよ。吹きねえもんな、これ。これ、ありったけの銃弾ぶち込んでみるしかないかも、こうなったら。あ、痛い！これはなし！あれでもなんかダメージ入ってるか、これ。
あ、ちょっと待って、フレーム入ってる。痛い。あ、ちょっと待って、フレなし。やばい。マジで強い。え、ちょっと待って、あれ、しかも何？あら、ちょっと聞いてないな。多分これ、そうだろうな、このガドリング法は全部。やばい！ちょっと待って、プレナシ！危ない！やばい。すごい、しかも。長い。え、なに、どうやって押せばいいんだよ、やっと。なんか、弱点みたいな。駒を打ち抜けてみるか。ああ、ガトリング砲がやられた。まずい。せっかくのガトリング砲使えなくするのはなしだろ。これ、なんとなくタイミング的には、何発か撃った後に、あの、グレネード、ナブのグレネードを撃ってくるから、やっぱが撃ってる時を狙うしかない。どうしても。あ、やばい、これまずい。で、しかも、ちょいちょいダメージ入ってくんだよな。あ、ここにも。あ、ちょっと目の前になし。あ、やばい、ガトリングも使えなくされてるし、しかも。これすごい長いぞ。うわ、ちょっと危ない。あー、使えなくされた。マジか。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、一旦冷静になろう。どうすればいい。なんか明らかに、でも撃てばなんか出てるわけだから、撃って倒せないわけじゃないはずなんだけど、思ってるだけで。やばいやばい、グレネード。全然ダメージ入らない。やばい。あー、ショットガンもないし。バイクライフルで行ってみるしかない。うおー、危ね。もう死なばもろたんだよ、こら。あー、ごめんなさい、嘘です、そんなこと嘘です。痛い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 。あ、真ん中か、あれもしかして。なんか真ん中の部分を打つと黄色いなんか液体が出るな。あれは気のせいか、俺の。いやー、ちょっと待って。クレネード。なんだこれ、なんだこれ。あ、いった、やったー。ヘリコプター確保しよう。いや、強っ。あれ、ちょっと。あれ、ちょっと。ああ。上のフロアに制御室がある。そこで格納庫のドアを開けられるわ。はーい。何だったんだろう。
あ、ショットガンしてる。メディキット。なんだろう。すごい強すぎねえ、あれ。あれこれ難易度ノーマルなんだよな、ほんとに。硬すぎでしょ。いやあ。あ。で、なんか、なんだったっけ何をしに行くんだったっけ。あ、上の階に行かなきゃいけないんですけど、どこから行けばいいのかっていうお話。多分そのエレベーター乗ったら行けんのかな。痛い。動かせるようなもの、あ、これだな。とりあえず、そうですね、ちょっとお時間よろしいんで、一旦ここで区切ります。